アレクサンダー・トフット・セダールンドは、ノルウェー・ハウゲスン出身のサッカー選手。アルスベンス・カン・ビーケー・ヘッケン所属。ポジションは FW。ノルウェー代表。ステガ・ベルグ・イフでユースを過ごした後、FK ・ハウゲスン、SK ・バード・ハウゲスンに在籍した。その後2007年から2010年にかけて6チームを渡り歩いた。2010年に再びバード・ハウゲスンに加入。 2011年1月にハウゲスンに復帰し3月20日のトロムソイル戦で復帰後初出場をした。5月8日のスターベクイフ戦で2得点を上げ初得点。このシーズン11得点を上げた。2013年6月17日にはローゼンボリビー系に移籍。これはタリクエルユヌ氏が TSG1899 ホッフェンハイムに移籍したためであった。 7月15日にクラブに交流。この2013シーズン、ハウゲスンでは12試合3得点し、エリテセリエンで初めて3位につけての銅メダルであったが、彼はこれを受け取ることができなかった。もっとも彼の移籍したローゼンボリはこのシーズンを2位で終えており、銀メダルは授与された。これは2011シーズンにトーマス・ホルムが同様の事情により金メダルと、 銀メダルを受け取ってしまったために規定が改正されたことによって起こったのである。なおこのシーズン、彼を含むローゼンボーリのメンバーは、ノルウェーカップも決勝で敗れたためにもう一枚の銀メダルを手にしている。2016年1月4日には、リーグアンの AS サンテティエンヌに移籍。17日のオリンピックリオン戦で初得点を決めた。2020年2月20日、 アルスベンスカンノビーケヘッケンに2年契約で移籍した。2011年11月23日、翌2012年1月に、タイで行われる、キングスカップ2012の3試合に挑むノルウェー、代表メンバーに選抜された。1月15日に行われたデンマーク代表戦で、初出場。6月1日には、モハメド・アブデラウェが、クロアチア代表戦に出場できるか、 怪しくなったために追加召集された。ホームゲーム初出場となったのは、このクロアチア代表戦で、84分に、エリク・フセクレップとの交代で出場、タリク・エルユヌ氏の同点弾をアシストする活躍を見せた。2012年9月11日に行われた2014、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選グループ E のスロバキア代表戦では、 タリクエルユヌシとの交代で89分からピッチに入ったもののその3分後に PK を彼が獲得し、これをン・アルネリーセがゴールに流し込んで2から1とし、勝利した。10月12日のスイス代表戦で同予選初スターティングメンバーとなった。代表での得点一覧。ありがとうございます。